ーンで埋め尽くされています。ただいま軍がですね、到着しました。あそこにあるのは軍ですね。軍隊、重装備した軍隊だと思います。お寺の前はですね、こうしたもう皆さん市民で埋め尽くされています。こうした仏塔の前には皆さんこうして市民がですね集結しています。そうした中。重装備した軍隊のトラックが到着しました。このことで改めてミャンマーに皆さんに目を向けていただき、今の現状をどうにかしてあげたいというふうな気持ちを世界中の皆様に改めて持っていただきたいと思います。